はい、男ぶりおです。毎度休憩中です。今日もカップラーメンですよ。カップラーメン。休憩中といえばカップラーメン。今日はね、これでいきましょう。こってり一筋、こってり一筋、天下一品カップラーメン。これドンキで買いました。ドンキで。これをね、作っていきましょう。もうね、時間がやっぱり限られてるんでね、ちゃちゃっとね、今お湯が沸きました。お湯が沸いたタイミングでいきましょう。これはね、ドンキで200何本とかで売ってましたね。これセブンイレブンとかで売ってますけど、セブンイレブンはちょっと高いでね、多分ね、セブンイレブンはちょっと高いで、あれやってんだ。ほんでね、これ早速揚げていきましょう。何が入ってるのかというのがね、皆さん一番気になると思うんです。よいしょ。これね、ノンフライ麺です。これね、後入れスープ、これが後入れ粉末スープで、かやくと書いてますね。ほんでノンフライ麺だから、まあラオウのような感じですね。ラオウのような、これはどういうことだ。まずは火薬を入れて、縁側の線まで入れるってね。だから火薬入れます。火薬、これね、火薬はチャーシューとネギですね。チャーシューとネギ。ほんであとは後入れだから、内側の線まで入れて、4分間待つということでね。ほんでやっぱりこれはね、上でこうやって温める。粉は温まらない、で4分間、今が2分20秒、だから6分20秒まで、4分間私は動き続ける。4分間ラーメン待ち、ラーメン待ち踊り、天下一品、天下一品、乱世だ乱世、この世は乱世、乱世乱世、天下一品で乱世です、乱世乱世、天下一品。後入れスープ、後入れ、4分間天下一品ラーメンで動き続ける。4分間、1分手がバカ野郎できるわ。ちょっと暑いのでね、ちょっと冷房の温度を下げよう。アホが、そんなもんは4分間なんかできるかよ。ふざけてんじゃねえよ。まあじゃあもう皆様ね、気になることでね、私がこの前ポケモンカードの付録で買いましたね。このコロコロコミックの付録についてるデンジャラス爺さんでも、読み聞かせをやっていきましょうね。これ、はい。我が輩は校長じゃい、偉いんじゃい。どのくらい偉いかっつったら、東京タワーからいろんな汁がにじみ出てて、それを体中で浴びてたら、ものすごい勢いで、とっても偉いんじゃい。おはようございます、校長先生。おはよう、校長。マジあれ、生ゴミやろう。おはようとはなんじゃ、ございますをつきあがれなのじゃい。そんなことでバズーカぶっ放すなよ。どうやらまたお仕置きが必要なようじゃい。え、すごい勢いで死ねー。助けてくれー。今孫の声が聞こえた。こうしてはおれん。木の森で負けた奴は、ケツに画鋲を刺すゲームなどやってる場合ではない。今行くぞ、孫。
どんどんどん。孫ー。ピッ、ガラン。おい、来てやったぞー。遅いざますー。そいつは我が輩がやっつけたんじゃい。文句があるならな、貴様もぶち壊してやるじゃい。よし、この我が輩と本格バトルで勝負じゃー。そうしたいけど、あと2ページしかないよ。というわけで、すぐ決着がつくように、しりとり対決に、しましょう。仕方ない。では、この爆弾を持て。なんじゃい。こっちのボタンを押すと、爆弾が爆発する。しりとりで負けた方は、ボタンを押され、爆発してしまうというゲームじゃ。なるほど。命がけの戦いというわけか。このしりとり勝負、乗った。まず、我が輩から、行くぞー。リンゴ。バーン。というね、デンジャラスじいさんの第1話でした。はい、ちょうどね、あれしたんで4分経ったから、次はじゃあね、スープを入れていきましょう。スープをね、ちょっと片面ぐらいでちょうどいいんですよ、豚骨ラーメンなんてのは。ただもうね、ちょっと熱いね。後入れ液体スープを入れます。ほんで、後入れ粉末スープ。やっぱり何があれというと、こってり感、天下一品でいうこってり感が人どに醸し出されてるかっていうのが、やっぱりカップ麺でいうとすごい重要なね、ところになってくると思うんです。だからちょっとこれを混ぜる。なるほど、やっぱり濃厚な感じは出てますけどね。いや、やっぱりね、あそこまでドロッと感はね、出せてなさそうな。やっぱ味はもしかしたら再現できているのかもしれないですけど、こってり感はね、どうしても出てないですね。まあけど前、何やったかな、一蘭のラーメンですかね、あれ結構500円ぐらいしたでしょう。あれ食べて、まああれスープはね、美味しかったですけどね。それに比べたら一応これは半額ぐらいのね、あれで買えるので、夜間の麦茶を飲みます。まあ半額ぐらいで買えるので、そんなに悪くはないとはね、言ってますけど、やっぱり麦茶は夜間だね。夜間でやらんと何が麦茶だ。よし、まあじゃあちょっと席に戻りましょうか。席に。いや、やっぱりドロッと感は全くゼロですね。ドロッと感は天下一品の、一応ね、これ私のあのミューがね、見えますかね、ここに乗ってますね。2枚とも当たってます。エリーが守ってます。エリーが守ってるミュウが2つこのショーケースに入ってますね、はい、一応あのね、こんな感じですわ、こんな感じ。ドロッと感はゼロです。ドロッと感はゼロですね。それじゃあ一口いきましょうかね。一口目、どうだろう、
天下一品ちょっと最近あんまり行ってなかったからあれっすけど、まあ豚骨、普通の豚骨ラーメンですね。いや天下一品かっつわれたらこれそんなわかんないですね。これ出してね、この入れ物なくて普通に食って天下一品かなんかわかんないぐらいのあれですね。やっぱりあのドロッと感がなければね。麺は普通。ちょっとじゃあプースを。ああ。なるほどね。まあなんだろう、天下一品感はないですね。まずくはないですけど、まあ普通にね、豚骨カップラーメンを食べたいならいいんじゃないですか。というわけで、これは星 2.5 はい、星 2.5 です。まあ普通の豚骨のカップラーメンですね。天下一品感はやっぱり全然わかんない、まあ、まずくはないのでね、まあよかったらね、食べてください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 まあね、あ男カツオとかはお金がないからね、ダイソーで売ってる100円のね豚骨ラーメンしか買えないと思うんで、これはねあれですけど、まあね普通にねお給金をいただいてるで税金を納めている皆様ならまあね買うこともできると思うんで、天下一品ラーメン。サムネイルを撮るのを忘れていた。そう、サムネイルはこれだ。いいね。というわけで、はい、あなたたちも食べましょう。いっぱいは。はーい、ありがとうございます。